はい、こんにちは、皆さん。今日はまた屋上でちょっと夕日見ながら、ウクレレ練習してます。ちょっと自分をなんかの挑戦、チャレンジをしようとしてる。毎年ベーシックの、英語の会話の、科目で、聞き取りの宿題させないといけない。これ学校で決まっているものだから、なるべく楽しいことをやろうとしてたから、ずっと前から曲を聴いて、プリントを記入する宿題毎週やってる。で、毎年、まあ、10年間くらいやってるんで、毎年、本当は歌った方、授業中にこの1週間、今週の宿題聴いてた曲を一緒に歌った方がいい。と思いながら歌ってない。なぜかというと、自分は音楽あまりできない、教室で音楽できる、どこにも音楽できる自信がないからやってないんだけど、今年はやってる。で、なぜかというと、まあ、ウクレレちょっと学んでるから、挑戦として、まあ、まずは自分、毎週新しい曲を 学ばないといけない。しかもみんなの前に弾かないといけないの、ストレスもあった。ちょっと、いいチャンス、モチベーションになる。で、今度は、次はメイジャー・トム、デイビッド・ボーイ。で、それ結構練習してきてるから。その次はイマジンで、ジョン・レノンで、イマジンは、今日からちょっと練習してるから、YouTube ちょっとだけ弾いてみようね。カメラの角度ちょっとおかしい。穴の中に見えるんだけど。OK、here we go。ちょっと難しい。俺が今日は結構体調良くないや。スリングショットを作って、このフィッシングができて、仕事を休まないといけなくて、病院に行って正しい薬もらってる。効果は待ち。お腹もめっちゃ真っ赤になってるやん。お腹は見せておかない、見せないどこね。その曲を毎週子供じゃないよね、学生たちと一緒に歌うのが、まあ、自分はその曲学ばないといけないと、みんなの前にやらない、立ってウクレレ弾かないといけないから、なんか挑戦になるんで、モチベーションになって、でもあと一つの意味もある。子供、待って言ってる。学生たちが、なんか自分が英語が自信がなくて苦手だから、なんか練習しないとよく、練習しないとか授業とかやる気がないってよく言うから、自分が苦手なことをみんなの前にやろうとすると、なんかのいい例になると思う。あれ、ヘリコプターちょっとうるさくなる。大きい声でしゃべる。で、ちょっとその自分が挑戦してる、頑張ってる例を見せてあげれば、もう学生たちも、サイモンがこんなにユークレレを苦しみながら弾こうとしてるなら、私も英語を苦手とか自信が持ってないなのに、ちょっと頑張ってみようという気持ちになるといいなと思いながらやってる。だから、この新しい挑戦、2つの意味がある。で、あと一つは、自分はもうこれからもうちょっと同じ意味で、苦手でも途中の上手くないなのに、もうちょっとウクレレ弾いてるのをアップしようと思ってる。じゃあ、今日はこれだけ。どうも、今日も見てくださってありがとうございました。はい、じゃあね、じゃあ夕焼け弾きながら、夕焼けを見ながら、もうちょっと弾いて練習しましょう。バイバイ。